西谷社のコーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。今保有しているコインの価値が一気に暴落するとしたらどのようなことが考えられますか？何かできる対策はありますか？1つ目、突然の大量放出。2つ目、コレクター需要の減少。3つ目、贋作の増加。4つ目、政府による規制強化ということで、4つのテーマでお話をしていきます。今保有しているアンティコイン、モダンコインが一気に価格が暴落するとしたら何か対策があるかということですね。考えられることは何かというのがご質問です。1つ目、突然の大量放出ということで、ある特定のコインが大量に市場に出回ることによってで供給過多になり価値が下がることがあると。でこれはモダンコインで過去にはこれイギリスのコインの話です。最初の期待値が高いコインが売りに回ることで売りが連鎖すると。株などでも罠にあった場合トレンドが逆になることがある。ただしコインは数が少ないために暴落は見たことがないと。対策はあくまでも需要と供給を考えた数の少ないコインを選ぶことと。いつでも有効な手法となる。仮に大きな上昇トレンドでなくとも売り物が出ないのでいずれ上昇する、価格が上昇するという意味です。とにかく人気先行で値崩れしそうなコインを避けると、これは売り出しの時に最もピークみたいな人気がありすぎて高値でみんな投資目的で買ったけどその後売りが出てしまうようなものですね。アンティコインだけに絞るなど方法は簡単で有効的であると。モダンコインだと大量に、さっき言ったようにですね、売り出しの時にピークであってその後に売りが殺到してしまうと一気に値段が下がるので、そのようなコインを避けるにはアンティコインにも絞っておいた方がいいという意味合いです。2つ目、コレクター需要の減少。コレクターの関心が他の収集品に移ることで需要が減少し価値が下がることがあると。今年起きたがおそらく新ニーサで市場の資金が大きく動いたと。でこのような出来事はあまり起きないと。アンティークコインは金と連動することが多いと。また仮想通貨の大きなトレンド自体も資金の移動は起きたと。今言ったように新ニーサが始まるとか仮想通貨がすごいトレンドになった時とかは当然市場の資金がそこにだっと大きく流れるので、アンティークコイン、モダンコインの市場にお金が流れなくなった時に、若干下がるというかですね、人気がなくなる可能性があるという状態です。で、今後も何かしらの大きなトレンドには反応すると考えられると。で対策としてはコレクターコミュニティに積極的に参加し最新のトレンドや需要を把握すると。さっきのようにですね、もうみんなが売り出しの時に殺到するようなものはあえて避けた方がいいのかなという感じです。あと市場価値の高いコインを選ぶと。コレクターが増えるように啓蒙するのはオークション会社やコインディーラー、鑑定会社、造幣局の役割ですね。あとマスコミの影響も大きいかなと。でこれも宣伝がやはり大きな鍵を握ってます。誰かが本を出したとかテレビで大きく取り上げられたとかですね、あとはもう日々こういう新しいコインが出るとか、こういうコレクターがこれだけのものを放出するとかですね、これだけの目玉のコインがオークションで高値になったとかっていう情報が非常に大事なので、これらの情報を出す必要があると。3つ目、贋作の増加。市場に贋作が出回ることで全体の信頼性が低下し価格が下がる可能性があると。これ仮想通貨であったと思うんですね。もう詐欺が横行して市場の信頼性が大きく低下したので、法律が変わったりとかですね、暴落したり、あとは取引業者が倒産したりとか、お金持ち逃げするとか、様々なことが起きると、市場の信頼性が減ってしまうという感じです。コインで言うとなかなかトレンドを動かすような贋作は発生しないと。ただし、この、もしくは大量に発見されて、どこかから、海から例えば引き上げたとか、どこかの屋敷に大量にあってコインが一気に総量が増えるなどっていうことが考えられるかなと。対策としては信頼性の高い鑑定機関での鑑定を受ける、もちろん鑑定コインを買うという意味です。信頼できるディーラーやオークションハウスからの購入を心がけるっていうのが対策、暴落の対策ではないんですけど変なものをつかまない対策にはなるかなと。あと匿名のオークションからコインディーラーから購入しないこと、できればメジャーのコインオークションから買う、メジャーのコインディーラーから買うということをやるとこの贋作は防げるかなという感じです。4つ目、政府による規制強化ということで、政府がコインに対する規制を強化する
と市場の不確実性が高まり暴落につながる可能性があると。アンティークコインでは基本考えにくいが、欧州ですね、ヨーロッパでは輸出承認必要コインというのがあると。でこれ製造後100年以上で西暦1500年より以降に製造かつ価格が1500ユーロ未満のものですね。だから1500年からまあ2900年ぐらいですかね、100年未満のもので1500ユーロより満たないものと、あと1500年から以降のコインで1万5000ユーロ以上のもの、このような条件が出ると申請が必要と。申請するのに時間かかって1ヶ月ぐらいかかるんですね。なのでオークションで買っても来るのに時間かかるから、その国内でしか売買されないとかっていう風なことが生じると。このように条件が厳しくなるとコインの流入が滞り価値が下がる可能性がある、もしくは流通が減って上がる可能性があるというような感じです。そろそろまとめですね。で、まあコインの価値が一気に暴落するっていうのはあんま考えなくてよくて、まあその市場がもう大恐慌になるとか大戦争になったりすると、その時期一時期ですね、まあ仮に戦争5年やってるとしたら、その5年間は下がったりするけど、まあ終わった後また上がるので、あまり暴落するっていうのは考えない方がいいかなって。さっき言った高値掴みっていうのはいつのものでもあるので、まあこれはもう高値になるものを買わないと、見送るっていうことをしていくといいかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。まあコメント欄、ご質問とかご感想いただければと思います。動画の最後に QR コードついてまして、 QR コードをスキャンすると私の LINE に登録することができます。動画1本ついてて5分ぐらい見るとですね、個別相談っていうのは水曜と日曜日30分やってますので、コインとしてお金増やしたい人、守りたい人はぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。あと関連動画っていうのが最後の方に、この動画が終わった後に出てきます。まあ2000本動画があるので、まあコインの動画が次出てくるかどうかはちょっとわからないんですが、たくさんあるのでぜひ他の動画も見ていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。